にちは、萌です。今回はですね、以前出した動画に質問をいただいたので、それに答えたいと思います。で、前にですね、ガラス面とかツルツルしたところ、プラスチックとかですね、そういうところに書くときにどうしたらいいのか、剥がれないようにどうしたらいいのかっていうのを動画にしました。でですね、北カリフォルニアにお住まいの方から質問をいただいたので、ちょっとね、答えたいと思います。で、その動画ではこちらのフォルベインから出ているこのプライマーを紹介しました。で、あとはですね、私が実際に壁画を、大きな壁画を描いた時にツルツルした、面だったので、そこにジェッソを塗って描いたっていうお話をしたんですが、その方はですね、なんか最近オーブンで、温めてというか焼いて作るというか描いて焼く、絵の具を見つけたらしいんですが、私ちょっと知らなくって、ちょっとまた、どんなやつなのかわからないんですが、そういうものだとガラスとかそういうものに描けるみたいなんですけど、例えばこれを描いて、これを使って描いたとしても水とか濡れたら落ちないのかとかですね、そういうのの質問をいただいたので、どうやったら落ちないかとかですね、それをお話ししたいと思います。で、まずその前回も紹介したこちらのホルベインの金属ガラス用プライマー水性って書いてあるんですけど、これあとですね、最近もう一つ同じようなのを見つけました。こちらのターナ、これはターナーさんから出てるやつですね。これはですね、マルチプライマーというミルクペイントって、結構あの知ってる人は知ってるかもしれないんですが、このミルクペイントシリーズでプライマーが出ています。で、これは結構いろんなところに使えるんですが、多分あの用途はね、これと同じ感じです。で、中身も半透明な感じ、こういうちょっと透明な乳化した感じの色でトロトロしてます。で、2つともそんな感じなんですが、乾くと両方とも透明になります。ただ乾いてもですね、その塗った後、トロトロした感じの、塗った跡が見えるので、まあ、透明な何か塗ったんだろうなっていう跡が残ります。で、その残り方もほぼ同じです。なので、まあ、値段も確か同じぐらいだった気がします。これはね、東急ハンズで買ってるんですけど、935円でした。で、これも同じぐらいだったと思います。 Amazon に売ってたらリンクを、載せておきます。で、これもですね、この描き方、以前はこれを塗って、その上から、アクリルとか絵の具を塗ってっていうお話をしたんですが、さらにですね、それが濡れても大丈夫なようにするには、例えば、まあ、ガラス窓とかに描きたいとかで雨が降っちゃうっていう場合はですね、これを塗って絵の具を塗ったら、さらにもう一度これを塗るといいと思います。その上からですね、コーティング剤、スプレーとかのコーティング剤を塗ろうとすると、スプレーってシューってやるとですね、まあ、細かい粒が出てこう噴射されると思うんですけど、その粒々がですね、透明なガラスに吹きかけてしまうと、いくら透明なものを吹きかけても、その粒々がね、残っちゃうんですよ。ザラザラした感じになっちゃうので、おすすめしません。なので、まあ、全部ガラス面全部塗ってもう透明なところがないっていう場合は、そういうプライマーで、あ、プライマーじゃない、仕上げ剤でいいと思うんですけど、一部ガラス面透明なところは残して、少しこう一部だけ描いてみたいっていうか、そういう場合はですね、あの全体を覆うような、そのスプレーのような、仕上げ剤はおすすめしないです。跡が残っちゃうので、あの窓掃除するときにこうシュッシュッと霧吹きみたいなするのを想像してもらえたらと思うんですが、ああいう跡が残ります、ね、スプレーでも残っちゃうのでおすすめしません。なので一部だけ塗りたい場合は、これを塗ってペイントをして、そしてさらにその上からコーティングをするように、もう一度これを塗ることをおすすめします。そうするとガリガリやっても取れないし、あの雨が降っても大丈夫です。で、その方はですね、ワイングラスとかそういうボコボコしたものに塗れるのかっていうことが書いてあったんですが、あの食べ物とか口にするもの、こういうものも
もともとですね、まあ、口にしてはいけないものなので当たり前ですが、絵の具とかもね、口にするものには使わない方がいいです。ただそれ用のペイントもあります。例えば赤ちゃんとかお子さんが触っても舐めても大丈夫なようなペイントっていうのも売ってます。ただそれだとですね、そのこういうあのプライマーとか保護剤とかっていうのがない気がするので、あまりにもこう口に本当に入れるものとかだとおすすめしないんですが、例えばそのガラス、ワイングラスの縁とかですね、口がつかないところとかそういうところだったらこれで試してみるのもいいかもしれないです。でこれをするとですね、特にこうゴシゴシそんなになんか削るように洗うことはないと思うので、普通にさっき言ったようにこれを塗って、絵の具を塗ってまたこれを塗ってっていう風にするとこう、ね、サンドイッチのように、絵の具を挟んであげるようにするとですね、本当に取れなくなるので水で洗っても大丈夫です。なので鏡とかに塗る時もそういう風にこれ塗って上に絵の具塗ってまたこれ塗ってってするとコーティングされているのでもう全然あの泡つけて洗ってもらっても全然落ちないです、というか落ちなかったです。なのでしっかり、でもこれコーティングするときは結構しっかりあのもうちゃんと塗ってる、もう透明なのであんまりどこ塗ってるか分かんないかもしれないんですけど、しっかり塗り残しのないように塗ってあげると大丈夫です。あとはですね、これそういうあの下地がいらないもの、ターナー、同じこれとね同じターナーさんから出てるやつなんですけど、ガラスペイントっていうやつもあります。これはちょっと透明な感じなので見えないんですけど、こうねちょっと半透明というか透明なペンキなので、ペンキあの絵の具なので、ちょっとねあのステンドグラスみたいな感じのイメージになります。透明になります。なのでちょっと色のついたグラス、ガラスになるっていう感じです。前にですね、私はこれを使った、動画も出してるのでそれを見てもらえたらと思うんですけど、これも、ね、いろんな色出てます。でこういうので半透明というか透明な感じ、後ろが透けて見えるようなものでもいいのであれば、これだとね結構簡単です。これもついてしまうともうね取れなくなります。なんかねなんとなくイメージとしてはこのプライマー、このトロトロしたプライマーに色がついてるみたいな感じです。なのであのちょっと色をつけたいとかですね、なんかコップのちょっと柄つけたいなとかそういう時もいいかなと思います。これね、ただ見ての通り小さいのですごい大きいガラスに一面に塗りたいっていう場合はすごい量が必要になるので、そういう時はですねちょっと考えた方がいいかなっていう感じです。はい、こんな感じですかね。なので水で濡れてもこれでサンドイッチすれば大丈夫です。あとはこのガラスペイントを使うってことですね。はい、こんな感じです。ちょっと質問に答えられたかわからないんですが、また違う質問があれば、残してもらえたらと思います。はい、ということで今回はですねガラスペイントについて、プライマーですね、プライマーについてお話ししました。こちらも概要欄に載せておくので気になる人は見てみてください。ということでまた次の動画で、バイバイ。